まあみんなでね力を合わせて同じことをする、まあ、それが正しかった時代もあったと思いますこれ時代とともに変わってくるんですよねあの物がなない時代ってみんなで物を作るしかなかなったんですよで必要なものってのも限られていたんで、まあ、それこそみんなでね冷蔵庫とか洗濯機とか家電作ったらよかったんですよでも家電が行き渡ると今度は人は頭の中でいろんなことを楽しみたくなるんですよね 頭の中でいろんなことを処理したくなるときにバーチャルな空間にお金や労力やあ人材が必要ということになってくるんでしょうねきっとなんかそのクイズってあるじゃないですかあれって完全に頭の中の物語だと思うんですよクイズって市場とかってテレビ番組でもクイズ番組があったみたいに実はねクイズの市場ってむちゃくちゃ広いんじゃないかなと思うんですよでもそのクイズって基本的に頭の中で考えたことを頭の中で処理するのを繰り返しですよねそれこそ場所もいらないし ロケもいらないし何もいらないわけですよ。仕入れもいらないしね。利益がすごく大きいんじゃないかなと。それでいて楽しいというね。メタバースってのは結局利益をたくさん生み出すための新しいなんかプラットフォームなんですよねきっと。メタバースとか NFT ってでも基本的にはあのよく分かってない人が飛び込んで火だるまになってあの痛い目を見るっていうのは変わんないと思うんですよ。でメタバースって儲かるよっていうのはメタバースを仕掛けた人の話であってね。 メタバースでなんか楽しみたい人っていうのは結局新車にしても何にしてもお金を使いに行くというねその流れは変わらないとだから仕掛けられる側から仕掛ける側に回りましょうみたいなねそうやって仕掛けてる人もいますけどねいらっしゃい